皆さんこんにちは、マンダリングルビーシュです。では今回はシンギレンの野望キシリア編最良エンドを目指そう、続きをやっていきたいと思います。前回最後ですね、地球方面軍唯一残されていたキリマンジャロが落ちて、もう地球方面は壊滅したので、なんとかね、まず宇宙残された連邦の拠点ルナ2、こちらを攻略して、地球に再降下を行っていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。もう宇宙を確固たるものにするために、まず地球からの打ち上げポイントですね、ここを完全に制覇しておきたいなというところですね。今未来さんが乗ってたね。フロンタルはもうエネルギー切れだな、完全に。どこかで補給をしてあげないと使い物にならなくなりましたね、エルメスが。地球から打ち上げられてくる敵がね、結構多いんですよね。アクトザクは沈められたね。なあ、ガルマのザンジバルも沈められたか。コズンのザンジバルは残ってほしいな。まあ、ガルマはちょっと減ってたんで逃がしきれませんでしたね。まあ、減った戦力はやっぱり増強しなきゃいけないので、まあアクトザクは置いといて撃破されたね。ザンジバルカイ2隻か。まずこのザンジバルカイを出撃させていきましょうか。リックドムは残しておく必要があるので、ゲルグーキャノンですね。ゲルグーキャノン、ゲルグーキャノンをザンジバルに乗せていくのと、あと配属者をアダムスキー、ボール、ゲイリー、ドアニング、ドライゼ、まあ、ドアイゼ、あとトワニングは、ザンジバルに乗せていきましょう。ザンジバル回で、シャーゲルに、誰を乗せるかというと、アダムスキーでしょ。あとね、ガトー専用ゲルググにも乗せましょう。できればね、ガトー乗せたいんですけど、ガトーを出すには、ギレン編をノーマル以上でクリアしないといけないというのがどうもあるようで、ノーマルでまだクリアをできていないんですよね。故に、残念ながら、まだ出せていないという状態です。では今乗せたザンジバル、回2世紀を出撃させていきます。まあ、今後はもうザンジバル回を作っていくことになると思うので、で、あとはモビルスーツの生産に入ります。ちょっと待ってね、今後の主力って考えると、ちょっと一旦戦略画面に移って、モビルスーツの改良をしておきましょう。で、ゲルググキャノン。これを出力、走行、強化しておきましょう。あとは、高機動型ゲルググもどうする？上げとく？この祭壇で。ゲルググ関係はね、今後主力になるので、あとはそうだな、ザンジバルだね。今後硬化していくんで、ここはもうね、水力強化一点ですね。とにかく運用能力を上げないと。で、あと生き残り、この辺りかな。ジオングはどうせ、まあ、一隻しか作れないので、これでいいでしょう。
じゃあ早速戻って、今強化したばかりのザンジバル回を作りましょう。で、ルナ2方面への攻撃隊、これを発艦させます。ちょっと足が届かないね。だったらビグロだけでも。うわー、ビグロちょっと減ってるな。減ってるのを出すのは危険なので一旦やめておきましょう。高機動型といっても知れてるよな、こうやってみると。敵は、どうやら、バーミンガム級一隻が、ルナ2の前に、鎮座してる状態なので、これをね、確実に仕留めておきます。あとは無彩ですね。無彩を3隻。随伴艦の無彩を出します。ちょっと待ってね。でもここに敵のモビルスーツ部隊が展開してきてるな。こっちの無彩は一旦地球方面をケアさせましょう。で、フロンタルはもうエネルギー切れなんで一旦戻します。さあ、こっからだ。丁寧にやりましょう。で、そうなってくるとその前に簡単なこっちから片付けていこう。届かないね。一旦待機して、ビグロだけ先に出そうかな。敵がね、その特にガンダム試作2号機とかで核を放ってこない限りは、まあ、やっぱり密集して進んだ方が有利にはなるんで、核を放たれると密集してると一気に壊滅しますけど。さあ、ここだ。ここなんですよね。ほんと打ち上げられてくるさ、艦隊多いよ。全部撃破して回らなきゃいけないんで、まずはしっかり上がってくるポイントを抑えます。バルバロの砲撃を入れて、まあ、ここは無傷でね、落とせるので、入れちゃいましょう。あとゲルグ発艦させると。できるだけモビルスーツは失いたくないので、バーミンガム級に、まあ、ちょっとダメージを与えるのは難しいかな。さて、じゃあこれで時間を進めますか。
ちょっと不安があるのはやっぱ地球から打ち上げられてきた連邦の艦隊だな。これ数が多いんでちょっと心配にはなりますね。もうちょっと数が少なかったらどうにかなるかなっていうふうには思うんですが、バルバロですね。40か、だいぶ少ないね。一方的に攻撃ができるマップ兵器とはいえ、もうちょっと火力がないとバルバロ自体のマップ兵器は使いづらいですね、場面的には。ゲルグを一機失いました。ザンジバルは本当に失いたくないんで、ちょっと考えもんだな。ちょっと待ってくれ、コンスコンのチベが沈められた。前に出すぎたかな。お、パーフェクトジオング、これが完成してるね。じゃあ早速パーフェクトジオングを見に行きましょうか。でこれを早速、ソロモンに送ります。パーフェクトジオングは陸でも使えるので、地上にやっぱり送りたいよね。とりあえずはソロモンに送ります。で作るモビルスーツ、等々先に確認していきましょう。モビルスーツはゲルグキャノン。うわー、もう全部使っちゃったか。しょうがない。そうするとゲルグでしょう。量産型のゲルグと、あとは高機動型のゲルグ。で、あとは乗ってないところに人を乗せていきましょう。バルバロは使えないのと、エルメスは一旦ここで待機してエネルギーを充填しましょう。でモビルスーツは失いたくないので、半分以上減ってる人たちはもう帰らせます。とにかく仕留めていかないと、もう
ちょっとやっぱり地球方面がきついかな。ムサイがやられる可能性がありますね、このままだと。何？ここに恐れていたガンダム試作2号機がいる。こいつはすぐに仕留めないとまずいな。反撃させる暇をなくして仕留めよう。いや、こういう風にいればいいんですけど、スタックさせてて2列目3列目以降にいると気づかないままいきなり核をぶっ放されるっていうリスクがあるんですよね。ほんとそれだけは要注意だと思います。さあ、モビルスーツ部隊発艦していきましょう。まずはビッグドムで、確実に敵のサイサリス、これを沈めるためにそっち方面にも出していきます。あとは格闘のギャン、これも出して仕留める。ちょっと待ってね、ドームキャノンは出せないからここまでだな。まあ、なんとしてもね、ルナ2を落として宇宙での優位性を確実なものにしておきたいので、よし、これでルナ2同盟は盤石だよね。で、さらにこっちだ、エルメスのマップ兵器を使っちゃおう。本当に硬いからね、バーミンガムは。まあ、念には念をということで、入念に攻撃を加えておきます。まあ、エネルギーの心配はありますが、ここは確実性を期しましょう。ビグザムって陸上でも戦えたいよね。ちょっと確認します。移動適性はまあ微妙ですがいけるね。となると降下させてオデッサ攻略にはまあ適してるかもしれないですね。攻略ポイントから、降下ポイントから、オデッサ基地までが近いので、まあ割と、移動の手間が省けるというのはあるかなと思います。ビッグドームもちょっと出すか、ロベルトもいるし、これをザンジバル艦に搭載させて、で、出撃しましょう。よし、OK だ。まあ、心配なのはやっぱ地球からドスドス上がってくる敵の、打ち上げ部隊。これをね、どう片付けていくかと。バーミンガムの硬さやばいよな。保存をしまった。そのまま活動させちゃったんだな。これなんとか仕留めきらないと保存がやられるな。
あ、コズンが狙い撃ちにされてる。もうこれは確実に沈むな。ここでエルメスが欲しかったな。あそこでエルメスがいてくれればバルバルも沈められたか。でコズンのザンジバルも、うん、一旦傷ついたモビルアーマー、モビルスーツ、艦隊に戻せるものは戻していきましょう。ちょっと危ない気配があるので。で、特別では資源を購入して、今回のターンは、ものづくりは一旦断念します。まずは始末がつけやすいグラナダから出撃した部隊の手当てをしていきましょう。ちょっと一旦エルメスは温存しよう。エネルギーを大量に使うんで温存で、代わりにで敵のバーミンガムを落とす。落とすといってもむちゃくちゃ硬いんでね、本当に。で、問題はルナツ方面から先に始末をつけましょう。さて、どうしていこうかな。貴重なモビルスーツを失いたくはないので、ここすごいね。シーマ、ジョニー・ライデン、ロンネル、まあ、デニム総長が乗ってるっていうのはありますけど、でビグザムがもうちょっとで到着しますね。到着した。ビグザムは、まあ、今回はちょっと出番はなしかな。で残りだ、こっちハーモンさんはまだ生きてる。そうするとフロンタルが復活してる。さすがよフロンタル。違う、当たらない、当たらないけど当てなきゃいけない。よし、これで一応ルナ2に向かってる部隊は OK で、地球だよね、地球、地球がちょっときついよな。
結構な数沈められちゃってるね。こうやって見ると戦艦が、ミノフスキー粒子を散布しておきましょう。今回はゾーエンが必要なのはむしろ地球方面だな。ただ地球方面には次のターンあたりからグラナダから進撃をしてきている艦隊が合流できるので、これの合流を一旦待ちましょうか。ザンジバル海むちゃくちゃ足速いわ。使いやすいですね。ザンジバル海は作れる、作っちゃおう。ビグザムは配属。モビルアーマー適性が高い人間に配属させたかったけど、いないか。しょうがない。そしたら、ザンジバル海を待つのも、手なので、一旦これで進めましょう。ゲルグーが1機、リックドムを2機失いましたね。さらにゲルグーが1機か。ちょっと損害でかいな。ハモンさんの無罪が落とされるのはちょっと避けたいな。結局今戦艦の数が足りてなくて補給が間に合わないっていうのが地球方面、対応している部隊で起きつつあるので、これ以上戦艦を失うことは避けたい。バーミンガム3隻から砲撃受けるのか。グアジンはウラガンは持った。バロムも持った。ここのゲルグーはしょうがないね。ゲルグー一機失いましたね。ここでも。ハモンさん、やられた。持たなかったか、ハモンさんは。そうなると必然的に、まあ、無罪は、まあ無罪かという感じなんですけど、ゲルググとかを失うのは地味に痛い。でここはザンジバル海を作っていきましょう。でモビルスーツは強化してあるゲルググ系をメインに作っていきます。ゲルググ A 量産型結構失ったね。50用意しておいたはずなんですけど、まあちょっとずつでもいいので、モビルスーツは毎回毎回ね、補給をしていきましょう。生産系は以上です。で問題はまずルナ2攻略隊ですね。ビグロ耐久がまだ回復しないな。ザンジバル自体はまだまだエネルギー残ってるので進撃しましょう。特案のビグロも大丈夫だね。リッグドムもまだ大丈夫、動ける。
モビルスーツの数がでもちょっと心配な量になってきてるな。これで本当に勝ち抜けるのかっていうのが不安な程度には減ってきてるので、ここでマップ兵器欲しいね。マップ兵器エルメスをこっちに投入したかったな。マリガンがこんなところにいるんだ。ここは散布しておきます。で、ようやくビーグザム到着です。ビーグザムで、これでルナツ方面は処置完了です。続いてまずはフロンタルのエルメス、これを進出させて砲撃で仕留める。もう砲撃で確実に落とせる量でしょう。まあ念のため誰か攻撃を加えさせたいところではあります、まあ、一応ね攻撃させておきましょう。地球方面が本当に危ないね。絶対にこのザンジバルは守らなきゃいけないので、このザンジバルがやられると全ての命運が尽きると言ってもいい。よし、ただこれでようやく到着してきてくれたのがグラナダ方面の艦隊ですね。これが到着してくれたので、ザクか、今さらザクか、まあ、これは捨て駒だな。で、エルベス、これは砲撃しとこう。この砲撃で、まあ、確実に仕留める。充実はしてるよね。ここまであんまりダメージを負っていないっていうのもあって、グラナダ方面の艦隊は。ジオング誰か乗ってるんだっけ。シャアが乗ってる。シャアのジオングだ。迂闊だった。シャアのジオング
ただシャアのジオング使うシーンがないわ今回は。残念。コブだけしておく。でビグザムが到着します。パーフェクトジオング、ちょっと待って、パーフェクトジオングってさ乗せられるの？搭載可能だ。そして配属も可能。ちょっと配属させる人材がいないけど搭載する。ザンジバル海で部隊としてはザンジバル海に、まあここはバールかな、バールを乗せて、さらにゲルグーグ、これを乗せてビグザムと共に出撃。ルナ2が攻略できれば、もう宇宙の支配権はね安定するので、ゲルググ2隻、ここはもうしょうがないね。このゲルググ2隻はしょうがない。二機かな、二機。ビグザム量産の暁にはっていう言葉がありま、ドズル中将がね、言ってたと思いますけど、ほんとビグザム量産したいわ。いやー、エルメスよ、エルメス。本当にエルメス強い。エルメスのマップ兵器がやっぱりその、クシャトリアに通ずるものが、この時点ですでにあって、すでに頭一つ抜けてる感じがしますよね。ちょっと待ってくれ、バロムのグワジンが落ちた。グワジンは本当にきついな、一機でも落とされると。まあグワジンも宇宙でしか使えないというのはあるんですが、特別提案なんだろう、ちょっと確認します。ああ試験教室要求ね。まあ、ここは資源の購入をしておきましょう。で、このターンは生産は、まあ、ちょっと見送ります。まずは処置しやすいところから行きましょう。ここだな。ここで敵の戦艦をまとめて落とす。
シャアをどこまで出す？できるだけ出したいね。距離的に届かないか。いや、本当にモビルスーツは、ともかく、軍艦が足りないな。ようやくソロモンからの増援が間に合ったの。これで軍艦の数もなんとかなるかなーっていうとこですね。さあ、ルナ2だ、ルナ2。入り込むかどうかちょっと悩むな、ここは。ビグザムが入れる。ビグザムが入れるならもう中に入り込みましょう。侵入。最後できるだけ補給された状態で入りたいので。できるだけ詰め込みます。敵の数がちょっといまいちわからないっていう怖さはあるんですが、ここはもう積極策で入っていきましょう。よし、これで OK かな。じゃあ、進めていきまーす。まあ、なんとしても、ルナ2を早期に落としちゃいましょう。じゃあザンジバルもう一機も出しちゃいます。これにじゃあガルマを乗せず、今度こそガルマ死ぬだよ。廃止殿にザクが落とされた。チベがちょっと危なかったかな、今見た感じだとね。よし、エルメスの2回連続砲撃
2機から連続して、砲撃を加えると安定して戦艦も落とせるね。まあエネルギーの消耗も激しいんですが、ドレンが沈むか。残った。ザクはきついね。チベが沈んだ。裏が落とせるぞ。ルナ2落とす。敵軍事拠点に侵入しました。攻撃開始しましょう。ルナ2の攻略。あんまりね、勇み足をすると貴重な無罪が落とされるので、そうならないようにだけは細心の注意を払っていきます。むしろビーフザンは委任しちゃおう。げっ、こんなとこにサイサリスがいる。マジか。しかも3号機まで嫌がる。危険極まりないだ。あれをどう処置するかだな。ビグザムぶつけたいよね。ビグザムクラスじゃないと核を撃たれたら死ぬ可能性が高いんで。ガンダムの動きだけは細心の注意を払っておきます。家にあまり密集してると危険。と言いつつ、こう密集せざるを得ないっていう事情もあるんで、なんともだな。ビグザムももうちょっと前に出したかったな。もうしょうがないですね。ビグザムの足は遅いので。さあここどう出るかだね。ガンダムが、ガンダム攻撃するときはもう一回で仕留めないと危ないんで。
まだガンダムの動きはない。ここまでは近づいてもガンダムは動いてこないというのが分かりましたね。さあ、これでガンダムがどう動くか確認しましょう。ザンジマル、ちょっとやばいの、今いたね。あれだけケアしないといけないですね。ビッグドーム沈まなかったね。よく残った。出たー、核バズーカー撃ってきやがった。ついに大損害が出たな。やってくれる。急いで沈めないと、こいつだけは。最優先。本当にさ、核バズーカやばしでしょう。覚悟はしていましたけど。さて、こっちはガンダム試作3号機を仕留めにかからないといけないね。ちょっとここは被害をある程度覚悟してでも試作3号機、これは仕留めておきたい。ビグロとガンダム試作3号機。いや、これビーム軽減膜みたいな貼ってるな。試作3号機ノーダメージだったね今が。しかも残された。2号機は残ってる。マジか。
まあ、ただ蹴りはつけそうですね。ここはもう全軍員で終わらせにかかりましょう。いやー危なかったですけど、なんとかルナ2は落とせそうですね。さあではソロモンで生産に入りましょう。ルナ2で生産してもいいんですが、結局生産に限界はあるので、ここはまずはザンジバル海で、モビルスーツはかなり失ったんで、核バズーカを食らったことによって。パーフェクトジョング、こんなに作れんの、マジか。パーフェクトジョング作ろう。あとはそうは言っても小回りの効く生産性の高いゲルグル、ランバラルまだ頑張ってるね。ここは惜しみなく艦隊戦を仕掛けに行きましょう。でこっちはモビルスーツを一旦収納してザンジバルに、地球降下できるように体制を整えていきましょう。まあ、まずはオデッサなんで、オデッサの方へと、部隊を移動させておきます。よし、こんなとこかな。で、ソロモン、いや、ルナ2ですね。これを落としにかかります。いや、バーミンガム硬いね。本当に硬い。さあソロモン、いやルナ2ですね。これの攻略もうここは自動で型がつくと思います。いやでも硬いね、硬い硬い、全然硬いわ。大丈夫かっていうぐらい硬いね。ちょっとここ思ったより硬くて心配。まあ、とはいえって感じだね。
よし、これでいいかな。いやー、硬さがすごいな、本当に。さ、今度こそルナ2、これで落としきらないと逆に危ないかもしれない。キシリアが危ない。キシリア下げないと、キシリアがやられるともうそれでジエントなんで、それは避けましょう。よし、ようやくルナツ攻略完了ですね。いやー、長かったなー、ルナツ攻略戦。はい、ではね、ちょっとだいぶ時間長くなっちゃいましたので、今回は、一旦ここまでにしたいと思うんですが、キシリアだけは下げます。キシリアやられちゃうんで、ここだけ忘れずにやっておきましょう。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、いよ地球に再降下をしていきましょう。ジオングは宇宙でしか動けないんですが、パーフェクトジオングは動けるという感じですかね。はい、では次回また地球降下作戦やっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。